体力といい人はもうバブルの人かなとか思っちゃった。顔までヒョウ柄のおばちゃんが立ってたの。こんにちは、怪談師 YouTuber の七瀬戸でございます。というわけで本日は熊本カジャの霊界通信。はいはいはい、ね、はいはいはい。なんか最近あのコメントでネタ切れですかみたいなのコメント来てたんですけど、ネタ切れですね。結構ネタ切れなんですけど、まあでもね、あ、そういえばこれ動画にしたことないけど気になるよねみたいなのもあったりしたので、ちょっと今回もですね、その中からピックアップして一個聞いていこうかなというふうに思います。はい、はい、今回は、はい、これ僕もちょっと気になったんですけど、色のおかしな例って見たことありますかと。どういうこと？まあですよね。そう、あ、多分皆さんもポカンとしてるかもしれないですけど、色のおかしな例ってなんか結構都市伝説とかだとあるんですよ。例えば、全身が真っ赤で顔とか髪の毛とか全部真っ赤、皮膚まで、何それ怖いみたいな人とか、うん、要するになんかそのなんていうか、赤って危険色みたいに言われたりするんだよ、あのホラーの世界だとね。だからそういうなんか全身真っ赤な女がいたとか、怖いね。もうその反応の時点で多分見たことねえだろうなって感じがしてるんだけど、ちょっと続けるけど、紫ババアとかね、あの、ありますね。まあでもなんかその色にまつわる、なんか色がおかしな幽霊とかって結構まあ目撃談とかもあったりするわけですよ。というわけでですね、ちょっともう答え出てる気がするんですけど、そういう幽霊とか見たことあります？まあ多分、まあ勘のいい七代さんと勘のいい昔から見てくださる視聴者の方は気づいてるかと思うんですけど、ないです。まあですよね。うん、勘が良くなくても多分分かるぐらい今明らかに怖いとか言って、すげえ他人事だったので、まあそういうことなんだろうなって思いつつ、あ、でも見たことないですね、全く。そう、ないと思うんだけど、うん、その何、あの赤真っ赤とか、何、はいはい、ブルーマンってことですよね、要は。ブルーマンですね。ブルーマンみたいな感じってことですね。そうですね。はい。それはないんじゃないかな、そこまでは。うん。あ、そうなんだ。うん、例えばですけど、うん、実は体験談でもらったことがある話の中にあるんだけど、例えばあのモノクロ調、白黒とかセピアっぽいなんか古い写真みたいな感じでなんかぼんやり佇んでる人がいるとかっていうのは聞くのよ。うん、なんかでもさ、白黒ってさ、うん、モード系の人もワンチャンあるじゃん。ファッションの問題じゃねえんだよな。あ、なんか違うのかな。違う、なんか違うんだよな。なんか違うか。なんかこう、うん、皮膚とかも全部こうサイドがないっていうかね、色褪せてるっていう。あ、もう本当に写真のまま出てきてるみたいな感じ。あ、そうそう、古い白黒写真みたいな状態で出てきてる幽霊とかって見たことないですか？なんかさ、あ、うん、でもその自分が見てる限りのその古い幽霊が、うん、コスプレかもしれないとか。なんか前、あ、なんか以前ね、昔出した動画で、なんか昔の幽霊って見たことありますかっていう質問に対して、なんか昔かどうかって、あの今の現代の人のコスプレかどうかって分かんないんですよねみたいな、そうそう、うん、いう話をしてて、そうそう、その理由も色がついて見えてるからなんですよ。ほう、あ、だからあれだわ、イメージついたんだけど今、うん、昔のなんかこうね、映像とか写真って古いからなんかちょっと劣化してるんですよね、うん、映像とか何でも色とかもで、ちょっと焦ってるっていうか、だからそのイメージで、昔ってそんなイメージじゃないですか、みんな。けど別に生きてる人だとね、一緒だからね。そう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 、それこそなんかメイクとかファッションがちょっと違うかなぐらいのレベル。そうそうそう、眉毛太い人はもうバブルの人かなとか思っちゃった。めっちゃおもろいですね。それでしか判断できない。そう、そういうところでしか、なんかその当時の流行りでしか判断ができないところがあるから、うん、はいはい、なんかちょっとそれは難しいというか、うん、分かんないかなと思う。なんかそこで、なるほど、そう、色でそういえば時代を判断したことないなって、うん、今ちょっとその質問をもらって考えて自分で考えました。はいはいはい、だからそもそもだからこんなこと考えたことなかったことを今聞かれてて、なるほどなってなってる。そう、なるほどなーみたいな。だそうです。ないって話でね、もう終わっちゃった感じなんですけど、なんかないですかね、ちょっとこう 色にまつわるじゃないけど、そういう見たことあるよとか。なんか多分ゾッとしない方でもちらっと話した、うん、大阪行った時の話で、うん、はいはい、そのおばちゃんにすごい付きまとわれちゃったみたいな話が、うん、なんかその時に出会ったそのおばちゃんの洋服の色のセンスめっちゃおかしかったんですよ。ん？あの何？なんかこうこの色にこの色みたいな、なんつうんだろう、こう、うん、こうさ、うん、なんかゼブラ柄にドット柄みたいな感じの、うん、すごいなんかコミカルな感じで現れてくれたから、うん、よーく覚えてるから、ね、なんかすごい不思議って感じのおばちゃんがいた。これが何を聞かされてるの？
のセンスの悪いおばちゃんの話を今聞かされてるんだけど、色にまつわってはいるね、いるけども、うん、そういうのじゃない。なんかないですか他に。あ、もうちょっと無理言ってんの分かってるけど、ね、そうそう、それでね、うん、なんかそのまた大阪になっちゃうんだけど、はいはい、もう大阪がインパクト強すぎて、はいはい、なんかその平日に観光してたから、はい、もう結構割とガラガラだったんですよ観光地、はい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 、で、友達が、まあ、お手洗い行って自分は そこで待ってて、うん、で周り誰もいなかったんだけど、うん、なんかいつの間にか顔までヒョウ柄のおばちゃんが立ってたの。えどういうこととか思って顔までってことは服も全部ヒョウ柄、服も全部ヒョウ柄だ、全ヒョウ柄の顔もヒョウ柄なんだ。そうそう、ライオンキングでもいねえぞこんなやつ。キャッツでギリギリ見たことあるかな、うん、キャッツでギリかなとか思うレベルの、はあ、方がいて、はいはい、でなんかあまりにも珍しすぎて、うん、でしかもなんか、まあ、ヒョウ柄の服を着たおばちゃんって結構イメージ強いじゃないですか、インパクトあるね、インパクトあるし、うん、大阪のおばちゃんってこんなもんかなみたいな感じで思ってた節もあったから、うん、あ、うん、コテコテのだーとか、まあいいや、このおばちゃんだーって思って、うん、ちょっとずっと見ちゃったんですよ、はいはい、でもなんで皮膚までヒョウ柄なんだろうとか思って、いや怖いですよね、たらそのおばちゃんがガッてこっち見て、うん、カッて目見開いてわっと思ったら、いつの間にか隣に立ってて、怖い、耳元でピューマってささやかれたんですよ。ピューマ、ピューマ、でも僕猫科詳しいからなんですけど、ピューマって無理じゃないとか思って。ちょっと待って、どういうこと、ピューマって言われたから、でもピューマって無地だよね、あなたヒョウですよねみたいな。本人ヒョウ柄だ、そう、本人ヒョウ柄なのに、なんで僕にピューマだって主張してきたのかなと思って、うん、ちょっとずっとそれがモヤモヤ残ってたんですよ、うん、で、その日の夜に、うん、まあ、友達たちと話してる時に、うん、あまりにもモヤモヤしてるから、うん、まあ、幽霊見たとは言わずに、もうみんな見えること知らないから、うん、言わずに、そういえばさ、コテコテのちょっともう本当あの関東で聞いてたような大阪のおばちゃん、うん、全身ヒョウ柄の人見てさみたいな、うん、で、あまりにももう古典的な感じだったから、うん、思わずずっと見ちゃって失礼だったんだけど、うん、って、でもそのおばちゃんにピューマって言われたんだよみたいなことを言ったら、友達がこうやってちょっと考え込んで、はいはい、それってさ、見るなって言ったんじゃないって言われたっていう話。何、え、逆怖い話みたいな。そうそうそう、で、その話を聞いてちょっとゾッとしたっていう。あ、ちゃんと怖い話なんだね。おお、なんか今すごいな、ちゃんと怖い話、怖い話でシューッなったね、急着地してみたけど、でもそんなことがあった。あ、確かにピュアって言うと見るなっていう音だけの音だけ聞きたくなると、ちょっと近いものは。そうで、自分はもうヒョウを思い浮かべてるから、もうヒョウ系列でピューマっていうのを取ってるって。普通にこう、なんだろうな、こう、あの話し言葉を聞いて、うん、あの見るなをピューマに空耳する人ってあんま会ったことないけどね。だってその人がもう顔までヒョウなんだもん。面白いから、もうもはや面白い話聞きたいなと思って。何かあります他に。ああ、でもあとはあの前にも話したんですけど、あの透けてる透けてないみたいな感じで、人は人なんだけど、あの、うん、不透明度が高いか低いかみたいな話。ああ、なるほどね、あの幽霊の見分け方はなんかそう、透明度って言ってね、 それも濃さも違うって言ってね、うん、でその濃さによって、うん、自分が識別できる色が違うんですよ、うん、ってか、あの、なんだろう、薄い色になると分かる、分かりづらいじゃないですか、はい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 、もうそんな感覚だから、後ろの薄いにあれだよね、背景の色と混ざっちゃうから、なんかこう綺麗な黄色だったりとかしても、まあ、濁って見えたりとかするとか、そんな感じだから、なんか迷彩服着られたら終わりだなって思う時もあるな。もうステルス状態です。そう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 、幽霊なのにさらにステルス状態になってる、うん、っていうのが、まあ、それに近い話が1個あって、はいはい、あのなんか公園でちょっとぼーっと本読んでたりとかしてる時に、うんうん、そこそこ広い公園でベンチがいっぱいあるところだったんですけど、はいはい、なんか、まあ、最初から透けてる女の子がなんかくるくるしてんなって思ってたんだけど、花柄のワンピースかなんかを着てて、うん、ずっとこうくるくる回ってて楽しそうにしてる女の子がいて、うん、あのいろんなそのベンチ座ってるいろんな人に、カップルだとか、うん、あのおじいちゃんとか、 なんかまあペット連れてる人とかに、うん、なんかこれ何色に見えるみたいな感じで質問してるんですよ。怖いらしいですね。多分見えてない人たちが多分その時はほとんどだったと思うから、うん、やっぱり無視されちゃって、うん、でちょっとしょげた顔して、うん、もう一回そう違う人に聞いてってってなって、うん、自分の番に来た時にどうしようかなと思ってたけど、でもあまりにもしょげた顔するのがかわいそうだったから、うん、答えてあげようと思ったんですよ、うん、で自分の番に来た時には
これ何色に見えるって聞かれた時にこれ何色なんだろうって思ったんですよね。なんかあもう透けてるからさっき言ったやつね、要するに透けてるから分かんなくって、はいはい、でこうやって目を凝らしてもう意を決してピンクって言ってみたんですよ、はい、そしたらなんかすごいチッみたいな顔してなんかは紫だしバカじゃねえのって言ってそのまま去られるっていうことがあって態度悪っ悪っ悪っとか思って。確かにね、紫薄くしていくとピンクっぽく感じたりするかもね。確かにで、あの下のさ、アスファルトがちょっとレンガ色もしてたからそれが反射していい感じにピンクに見える。ちょっと赤みが増しちゃって、 それで女の子にちょっと怒られたっていう話。なるほど、うん、何を聞かされてる怒られた話、うん、そう、俺の趣旨変わってないな、ちょっと企画の趣旨がね。ちょっと一応幽霊の話聞こうと思ったんですけど、まあでもまあまあ、あの要するに見たことないんですよね。すあの色が全部ね、あの全身の色をおかしい、まあ、さっきのピューマのピューマじゃねえよ、ヒョウですね、ピューマじゃない、もうピューマに引っ張られてる、ミルナの可能性があるのにピューマに引っ張られてるからあれなんだけど、ヒョウ柄のね、全身ヒョウ柄で顔までヒョウ柄って言ってたから、もしかするとヒョウ柄の入れ墨入れてるとか、そういうコスプレをしてるおばちゃんなのかもしれないけど、めっちゃファンキーだね。そう、めっちゃファンキーなおばちゃんかもしれないけど、うん、もしかすると本当になんかそういう全部ヒョウ柄のちょっと不気味な存在なのかもしれないって考えると、うん、まあ、ちょっと一番それっぽい回答だったけど、そうですね、基本的にはない、うん、ない、見たことないっていうことだったんですね、はい、うん、というわけでですね、あの僕が普段から聞いている実話怪談とかでありそう なモノクロの幽霊とかね、うん、全身真っ赤な、ね、幽霊とかっていうのは、まあ、熊子さんは見たことがないというところでございました、はいはい、というわけでですね、今回の動画はこちらで以上になりますけども、今回の動画面白いと思った方はよかったらいいねボタンお願いします。そしてチャンネル登録の方はよかったらチャンネル登録、そして、まあ、コメントにね、感想等をいただけたらなと思います。というわけでまたね、うん。